資源の魅力を発信する資源チャンネル。おはようございます、こんばんは。資源チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは資源歴20年以上の私ヘイヘイによる資源というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は今日からですね、娘が、離乳食1日3回に切り替わったんですね。9ヶ月ちょっと経ちましたけれど、だからいつもよりも、30分早く起きることになりました。5時起きですね。5時起きで、奥さんが離乳食いろいろ作ってくれたりで、僕は他のいろいろ準備を全部整えたりみたいな感じで、やる形ですね。寝る時間もだからいつもよりも30分は早くしないといけないんで、そう、睡眠時間をですね、ちゃんとキープしないといけないな、というところです。あとはですね、先日僕がアドバイスしますよということを、第何回だっけな、忘れたんですけれど、254回だっけな。で、その時に応募してくださった方に、僕もちょっと時間かかっちゃったんですけど、その後アドバイスしたらですね、なんかすごく嬉しい、メッセージをいただきましてですね、結構目頭が熱くなったということがありました。やっぱりなんか一人で黙々とやっていた詩吟がこんなにも人に役に立てるのかというのが嬉しくて、いや詩吟やってきてよかったなと昨日の夜はしみじみ感じました。ということで、今日も本題の方移りたいと思います。今日はですね、いつも本質とか、これが基礎ですみたいなことばっかり言ってきたんですけれど、今日はちょっとテクニカルなところをお話ししたいと思います。しゃくりですね。しゃくりのやり方のコツ。それと注意点を合わせて今日はお話ししたいと思います。流派とかですね、人によって言い方はいろいろ違うと思うんですけれども、詩吟におけるしゃくり、この一瞬ちょっと裏声になるような、そういう強調するような独特なスキルかなと思います。これですね。雪は元祖のごとくというこういう一瞬声が裏返る、これを、今回はしゃくりと呼んでおります。これですね、じゃあどういう風にやったらできるのかということを今日お話ししていく形ですね。詩吟の教室に入ると吟歴5年とか10年とか先生とかですね、なんかさも当たり前かのように、こういうのをやってくるんですけれども、そんなの一体どうやったらできるんだろうと、多分ですね、本当にできない人は常に気にしていると思います。やはり詩吟やっているとすごく気になるんですよね。カラオケをやっていたらビブラート早くできるようになりたいなとか、そういう気持ちと一緒で、早くしゃくりができるようになりたいと、思う気持ちはものすごくよくわかります。僕はというとですね、しゃくりができるようになったのは、小学校から始めたっていうのもあるんですけれども、1、2、3、4、5、6、8年、9年目とか、銀始めて、そんぐらいですかね。そんぐらいでしゃくりができるようになったかなというところです。ただですね、そんなにじゃあこれから9年間頑張ったらできますよみたいなアドバイスをするつもりはなくて、振り返ってみると、ここの要素を押さえておけば、結構やりやすいんじゃないか、できるきっかけになるんじゃないかということがありますんで、それをお話ししていきます。そうですね。考えてみたところ、二つコツがあるかなと思います。一つ目は音の変化を、激しくすること。そして二つ目はですね、声を力強く押し出すことですね。この二つでお話ししていきます。一つ目はですね、音の変化を激しくすること。詩吟で僕が人にアドバイスしている時はですね、よく言っているんですけれども、吟というのはやはり基本的に力強いんですね。力強いとはどういうことかというと、地声で出すということもあるんですが、もう一つはですね、その声、音の変化を、まるで鋭角な階段のようにですね、ガクンガクン、ガン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 と、丸みじゃないんですね。ぬる、ぬるぬるぬるという風に音の変化があるんじゃなくて、もっとカクンカクンカクンとやった方が、銀としてですね、結構、銀っぽい、詩銀っぽくなっていきます。弁声、シュクシュク、とか、こういう詩吟嫌ですよね。嫌ですよね。そうではなくて、弁声、シュクシュク、
こういう風にカクンカクンカクンと音を動かしていく。うん、それがですね、まあ、こういう音の変化なんですけれども、これをもっともっと鋭角に、より激しく、急激にですね、そういう風に音の変化をやるようにすると、しゃくりというのはとてもやりやすくなってきます。どういうことかというと、まあ、今富士山の天空の方で、やるんですけれども、雪はまず普通に音の変化をやると、雪はまあ、こういう形ですね。で、これをもう少し厳しくすると、雪はこういう風にちょっと一瞬まあえぐるというか、早く上がるためにですね、まあ必然的にちょびっとだけえぐって、しゃがみ込むような感じで、ぴょんぴょんという、まあジャンプするときには膝しゃがむのと一緒で、という風に勢いをつけるんですね。で、これをさらに強くするんです。雪は、下がりより上がりの方がやりやすいですかね。だからまあ、揺り上げとかも、やりやすい。坂島にかかる、ではなくて、で、ここをさらに、というふうに、こういうところでしゃくりが入ってきます。こういうふうにもう、とにかくここをカクンと、ガガガッと、一気に瞬間的に上げるようにする。変化させる。だからまあ、下りの方も一緒ですね。音の変化さえあれば、しゃくりはだいぶやりやすいかなと思います。何もないところでやるのは、結構それが次のステップというか、コツを掴んでからという話になるかなと思います。そして二つ目のコツなんですけれども、声を力強く押し出すということです。これも大事な要素ですね。今は僕も天空のところで、やったわけなんですけれども、それをですね、音のすごい、主音に近いようなところでやろうとすると結構無茶があってやりづらいんですね。僕はまあまだそういう意味では、銀のスキルがまだまだなんだなというふうに思うんですけれども、そう。伝声、シュクシュク、こういうしゃくりはですね、わざわざ入れる必要はないのかなとも思いますし、とにかく初心者の方はやりづらいと思いますんで、声が結構張るようなところですね、音がちょっと高いとか大揺りのところとか、そういう声が張りやすいところでしっかりと声を前に押し出すですね。この間も僕熱弁したんですけど、声を前に押し出す、かつ張りやすい場所、そういうところの方が、まあ、このしゃくりというのはやりやすいです。やはりカクーンと上げるんで、そういう上げるためにはですね、声の勢いが必要です。で、声の勢いを持つためには、声が張りやすい場所の方が声に勢いを持たせやすくなるということですね。で、なので、まあ本当に天空とかで、まずはやってみたら良いのかなと思います。そして注意点ですね。注意点はですね、多用しない。決して多用しない。そして自然にできるように、なるのを待つ。それがいいと思います。このコツはお話はしたんですけれども、それをですね、随所にたくさん入れたりなんてしない方がいいですし、無理くりやろうとしないこと、それが本当に大事ですね。あとはもう一つ注意点するとしたら、声を後ろに決して引かない。裏声だからといってですね、なんか裏声っぽく、上になんか抜けるような出し方は絶対しちゃいけないですね。これめちゃくちゃかっこ悪いしゃくりなんで、そうやらない方がいいです。本当にこれはしゃくりはあくまで枝葉のスキルになるので、発声がしっかりしていて、発声、発音、アクセント、音程、これがバッチリであればですね、正直しゃくりなんてなくても十分に相手に伝わる素晴らしい銀になります。そこをまあ、ちょっと見栄えを良くするような形でしゃくりがあるというような位置づけにしてもらえばいいですね。本当の最後のちょっとしたデコレーションみたいなものなので、決してそれにとらわれることなく、まあ少し軽く意識してみて、だんだんとできるのを待つというぐらいがちょうどいいです。で、できたとしても多用しないでですね、本当に声を張る場面とか、ここは強調したいなというところを、まあ銀に本当に数箇所ぐらいですね、そういうので意識的にできないという意味ないですね。無意識になるとそれはもうデコレーションがもう暴走している状態なんで、そんな
バースデーケーキにですね、もうデコレーションがブワーッとすべてぶちまけたようなそんなケーキなんて美味しくないですから、そういうのでちゃんと必要なところにだけトッピングできるように、しないといけないということです。くれぐれも対応しないように、そして、引いたような尺量はものすごくかっこ悪いので、そうもやらないように、ちゃんと前に押し出し続ける状態で出てきた尺量を行うような行う方がいいのかなというところです。ということで、皆さんがきっと気になるであろうしゃくりについてお話ししてみました。少しでもまあ結構参考になるかなと思っておりますので、役立ててみてください。では、後半一つ吟じていきたいと思います。今日はですね、幕末の頃のちょっと力強い吟をやってみようかなと思います。喜山叡中の作、大久保利通ですね。ではない、詩文を読んでいきます。大海波なって、月栄を照らす。誰か知らん、万里遠征の情。古民未だ結ばず、家に帰るの夢、遥かに聞く、中小ラッパの声。では内容を読んでいきます。喜山の前面に広がる、大海から、波の音が響き、月は白々とこの陣営を照らし出している。この物悲しい情景に接し、遠く故郷は離れ、遠征して切ない気持ちに襲われないものがあろうか。一人横になり、家に帰る夢など見ないうちに、遠くから夜半を告げるラッパの音が聞こえてきた。まあ本当にですね、やっぱ幕末の詩文っていうのは、やっぱなんか、みんな、どれも同じような、覚悟が定まっている、志に満ちている、なんかそんな感じがしますね。ただまあこれは結構切ない方ではあるんですけど、でも、やっぱこういうのも含めて、同じようなのが多いな。ただ結構元気がないとですね、幕末系の詩って大変なんですよね。ということで、こちら、吟じていきたいと思います。喜山叡中の作、大久保利通。大海波なって月栄を照らす。誰か知らん万里遠征の情。古民未だ結ばず、家に帰るの夢、遥かに聞く中小でしたでしょうか。ちょっとエネルギー切れですね。コミンも難しいけれども、最後抽象ラッパの、ここちょっと高校音の方がなんか、いいような気がしますね。力強さと切なさですね。なんかこれをなんか両立したいなという気持ちがあったんですけど、今日はちょっと物足りない感じがありましたけれども、こんな感じで、まずは月曜日ゆるゆると終わりたいかなと思います。明日はですね、明日は YouTube
資源教室の限定配信の方に、なるかなと思います。また、1名新たに入ってくださって、今合計12名ですね。あまり宣伝しすぎないようにして、僕はまず、ちゃんとしっかりとお答えできるような体制を整えていこうかなと思います。嬉しいんですけどね、こちらの配信もやっぱり大事なのと、そのバランスを取らないとなというところなんで、まあ、まずは明日、限定配信になりますので、また、明後日ですね、楽しんでいただければかなと思います。では、詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、今日は以上です。どうもありがとうございました。バイバイ。